9月20日、下北半島釣りの旅スタートです。下北半島は初めてです。下北半島では、根魚とアオリイカを狙います。この動画は、根魚釣りをまとめたものです。最初に向かったのは、むつ市にある大平漁港です。大平漁港では、必ず釣れる磯目落とし込みで、根魚を狙います。夕方、堤防の先端に向かいます。堤防の先端には、数の他に、先に来ている釣り人が2人います。ユーマズメに堤防の先端で釣れたのは、最近よく釣れる、タイノコのような魚です。まったく、これかよな。なんだこれ。くっそ。なんだよ。次に釣れたのは石鯛の子、サンバソウです。かよ、ちょっと大きかった、ね、サイズアップ。ヒットしました。これは手応えがあります。おお、これでかい。なんだろう。ちょっと遅いですね。何しっかりついてないんですか。まずいかな。まずいそうですか。これはムラソイかもしれません。この日はこの後小魚しか釣れませんでした。明日また来ます。ソイもそんなに大きくないのでリリースします。次の日は雨で、22日の朝です。今日はブラーに磯目をつけてるアーシキで釣ります。場所は堤防の曲がり角です。何かヒットしました。何か来たよ。何これ、ハゼ。最初に釣れたのはハゼです。ハゼくんでしたっけ。酒のつまみに。前回ソイの釣れた場所近くで虫系のワームをつけて投げたらヒットしました。黒ソイだね。小さなクロソイです。やはり明るい時間帯はソイの大物は難しいです。まあ小さい、やっと。ここでの釣りは終了して次の釣り場に向かいます。この日次に向かったのは脇の沢港です。ここにはムツ湾フェリー乗り場があります。下北半島と津軽半島を60分で結ぶフェリーです。乗客を乗せた観光バスが乗るフェリーは珍しいです。ここの堤防で釣りができるようです。この日漁港側にはナブラがいくつも立っていたのでルアーを投げてみます。港内なのでオールダイソーで軽く行きます、地元のおじさんが来て、前はアイナメとカネ魚が釣れたけど、最近は釣れなくなってしまったと話しています。アイナメとかどこもみんないなくなった、いなくなったっていうね。うん、なんか温暖化もあるしね。みんな
北の方に、北海道あたりに行ってしまったんね。ダイソーの 18g のジグをナブラに向けて投げています。何かヒットしました。何って、今の話がするんだけど、何だろう、何してるか。やばい、ここに戻した。お、いいじゃん、いいじゃん。よいしょ。稲田のようです。あんなだだ。外れちゃったよ。何やってんの。バカ。この後、あたりはなく、堤防で根魚釣りです。赤灯台の手前で竿を出します。夜釣りは必ず釣れる磯目落とし込みです。で、ここで落とし込みをしたら何が来るか。何か来ましたけど、ガヤみたいな、ガヤ。なんだよ、ここにも。ガヤかよ。なんじゃってんだよ、これ。嘘だろう。ガヤは北海道だけだと思っていましたが、青森にもいました。次のヒットです。今度は何でしょう。なんだ君は。あ、カッサンゴ君かな。カッサンゴ君ですか。あら、やばい、ムラソイ。黄金ムラソイだね。今度は岩手県でよく釣れる黄金ムラソイです。金色の模様が少しあります。黄金ムラソイさんでした。はい、ありがとう。この後あたりがなくなったので、ここでの釣りは終了です。9月23日、次に向かったのは下北半島北部にある西漁港です。西漁港では地元の釣り人さんが釣った小アジを泳がせてカンパチを釣っていました。しかし7人ほどいる釣り人さんで、この日カンパチを釣ったのは1人だけでした。数がここに着いたのは午後3時過ぎだったので、カンパチ釣りは諦めて夜釣りで根魚を狙います。今日の釣り場は堤防の先端近くの突堤です。数の他に地元の釣り人さんが1人います。夜釣りはいつもの必ず釣れる磯目落とし込みです。魚がいれば必ず釣れます。そこまで餌を落としてから誘いを入れていきます。潜られちゃったよ。ライトに気を取られている間に目に潜られてしまいました。出てくるまで待ってみます。いいよ、これぞ。なんと、なんだこれ、カサゴだ。
いや、揉んでくれましたね。いや、カサゴのようです。2匹目、また潜られました。潜られちゃったね。我慢比べ、我慢比べ。ここは魚と我慢比べです。目に潜られた時の魚とのやり取りは楽しいです。よっしゃ。お、回ったな。一度出てきてまた潜りました。あれね、なかなかやるな。そのまに負けちゃう。ちょっとまずいね。うらら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 。よいしょ。これもカサゴのようです。カズさんの勝ちでございました。こんなに小さいのによく頑張りました。うん、やれないぞ。どうだ、3匹目のヒットです。あれ、ちょっと違うね。モンぐらないと思ったら今度はモンドクロソイだね。間違いなくモンドクロソイさんでした。カイドウよりは小さいけど。まあね、なんかさ、上の方で食ってる。4匹目は中層でヒットしました。ほら。これはウミタナゴです。ウミタナゴだ。ウミタナゴさん、いたなごか。しかも飲んじゃってるね。いたなご。5匹目のヒットです。これは何ですか。よっこらしょ。トナゴさんでしたね。サイズアップしたんだね、ちょっと。さっきでっかいウミタナゴ。ほら、サイズアップしてるよね。ウミタナゴは煮付けにすると美味しいです。これは、ボリュームネームの写真だね。6匹目のヒットです。え、田中さんですか。なんか、何見てる。なんだろう。よいしょ。あ、これ、今度は千々畑さんじゃないですか。いるね。キジハタさんですよ。危ない。今度はキジハタです。ここでは4種類6匹の魚が釣れました。困ったな。1箇所で4種類も釣れるのは珍しいです。釣れすぎ。キジハタさんが困った。最後までご視聴ありがとうございました。両手投げ数の釣りの旅はまだまだ続きます。次回をご期待ください。よいしょ。